SFこんばん、はんぺん。ミステリー案内人です。なぜにはんぺん？昔の現世の学校では、文化祭でお化け屋敷をやる際に、はんぺんやこんにゃくを吊るして怖がらせたそうですよ。へえ、確かに暗闇でいきなりはんぺん当てられたら気持ち悪いかも。現世の怖い話あるあるで言うと、都市伝説や怖い話って、よくエレベーターが出てくるよね。あ、あるある。夜のエレベーターに閉じ込められたら怖いわよ。エレベーターは何か不気味な感じがしますからね。今回はあの殺し屋が若い頃に体験したエレベーターの怖いお話です。それではどうぞ。このビルの屋上に行けばあとはヘリコプターで逃げるだけだ。今の音は何だ？いや、うわ、お化け。お化け扱いはひどいね。僕はただの殺し屋だよ。殺し屋？警察から逃げているみたいだけど、僕は殺人鬼の君を逃がしはしない。じゃあね。うわー、ふう、今日の仕事は人目につきにくいエレベーター内でラッキーだったな。彼は殺し屋のシュクレ。ホジと二人で名を轟かせる殺し屋ハレイソンとして有名でした。もしもし。ああ、いいよ。わかった。話を聞こう。さーて、明日も仕事だしさっさと帰ろう。シュクレの電話には、リーダーであるおじからの指令か、裏世界で流通している自分の番号をゲットすることができる人間からの依頼の2つが舞い込みます。ですが、シュクレはこれまでの中でもかなり難しい仕事を引き受けることになったのです。よろしくお願いします。うわぁ、めっちゃイケメン。よろしくね。それで、僕にどんな依頼をしたいんだい？怪物退治をしてほしいんです。怪物退治だって？とりあえず、詳しく話を聞かせてくれるかい？次の日、シュクレは依頼主の女性から想定外の依頼を受けていました。なぜなら、人間以外のターゲットの始末を依頼されたことは初めてだったからです。怪物って、一体何だい？怪物みたいに強い人間なのか、それとも怪獣なのか。実は私は小学校の教師をしているのですが、クラスの子供たちが最近行方不明になる事件が発生したんです。誘拐とかかい？保護者の方のお話を聞くと、全員同じ廃ビルで肝試しをしていたそうで。なるほど。犯人はその廃ビルに来た子供たちを誘拐しているってことだね。違います。相手は怪物なんです。怪物って言われても。この映像を見てください。シュクレはその女性からその廃ビルのエレベーターの監視映像を見せてもらうことに。ビルの管理人さんから資料としていただいた映像です。普通に子供がエレベーターに乗っているね。だけど途中で映像が乱れます。あ、砂嵐になった。はい。そしてこの後が一番の注目ポイントです。え？子供たちがいない？これ以降、この子供たちは姿を一切現さなくなったんです。なるほど。絶対怪物の仕業ですよ。このエレベーターには怪物がいるんです。怪物ね。え、おそらく天井裏に犯人が隠れているんだろうな。どうやらシュクレは人間が意図的に監視カメラ映像を乱し、子供たちを誘拐したと考えているようでした。警察も何が起きているかわからないみたいで、もう裏社会のシュクレさんしか頼る人がいないんです。やっとの思いであなたの連絡先を手に入れました。あなたは基本的に依頼を断らないことで有名なんですよね。なるほどね。人間の仕業だろうと怪物の仕業だろうと、目的は子供たちの救出だろう。もちろんです。子供たちを助けるためにできることは何でもします。わかった。なら一緒にその廃ビルに行ってみよう。え？私も一緒にですか？子供たちがどういう状況にいるかはわからないが、信頼できる教師が迎えに来てくれた方がメンタル的にもいいだろう。君のことは僕が責任を持って守るから安心してくれ。ありがとうございます。イケメンとハイビルってなんか緊張する。この人大丈夫かな。
こうしてシュクレはエレベーターの謎を解くため、その廃ビルへと向かったのでした。これは、すごい雰囲気だね。なんで取り壊しにならないんだろう。それが、所有者が52人いるらしくて。52人?しかも、52人のうち8人はすでに亡くなっていて、行政も取り壊しの許可をどう取ればいいのかわからず、放置状態が続いているそうで。ああ、そういえば近年の空き家問題も、それで数が増え続けているってニュースで見たな。ま、どっちにしろあなたの言うように、ここには怪物が住んでいそうだね。こんなところに子供たちが閉じ込められているかと思うと、耐えられない。ああ、早く行くとしよう。エレベーターの上に犯人がいた痕跡があるかもな。でも、どうしてこのビルは廃ビルになったんだろうね。元は商業施設だったらしいんですけど、女の子が事故で死んだとかでお客さんが減ったらしいんです。それで、その商業施設が廃業になったってことか。悲しい因果だね。さあ、着きましたよ。ここが例のエレベーターだね。廃ビルに入ったシクレたちは、早速そのビルの中にあるエレベーターを調べることに。エレベーターは一つなんだよね。はい。他は壊れて動いていないそうで、ここしか調べられる場所はありません。よし、入ろうか。緊張しますね。おそらく犯人は監視カメラの映像を乱している間に、天井から現れて子供を誘拐していると思う。人間にそんなことできますかね?やっぱり怪物の仕業なんじゃ。まあ、世の中には人間離れした連中なんてごまんといる。それをはっきりさせるためにも天井裏に行こうか。シュクレは犯人の痕跡を見つけるため、早速エレベーターの天井裏に行きました。どうでしたか?天井裏には特に何もないね。人がいた痕跡も全くない。やっぱり、このビルのどこかに怪物が!わからない。とりあえず降りてエレベーター内も調べるね。もしかしたら隠し扉なんかもあるかもしれない。ですが、シュクレがどれだけ調べても、そのエレベーターに怪しいところはなかったのです。監視カメラ映像を見る限り、子供たちはここで行方不明になっているよね。はい。しかも数人の子供たちが全員同時にここでいなくなっています。そもそも、犯人は一体どうやって子供たち数人を一度に誘拐なんてしているんだ。確かに。エレベーターが動き出した。そんな時、突然エレベーター内の行き先ボタンが光り、エレベーターは動き出したのです。君がボタンを押したのかい?私は何も押してませんよ。じゃあ、どうして9階のボタンが光っているんだ?そんなのわかりませんって。やっぱりここには怪物がいるんですよ。私と遊ぼう。なんか声も聞こえますよ。くそ、一体何なんだ。着いた。とにかく出よう。はい。そして無事に9階について扉は開き、シュクレたちはエレベーターから逃げることに。一体何だったんでしょう。わからない。もしかしたら君の言う通り、エレベーターには怪物がいるのかもね。まさか。今の音は?え?あれは?私と遊ぼう。あれは、一体?中から巨大な怪物が現れて、シュクレたちは追いかけられることに。君は先に逃げていて。でも。ここは僕が何とかする。えい、あれ?意地悪しないで。うおぉ!シュクレさん!そして、その怪物の大きな腕につかまれたシュクレは、そのまま食べられてしまうことに。消えた?シュクレを食べた怪物は、一瞬にして姿を消したのでした。ここは。寂しいよ。遊びたいよ。子供?シュクレは目覚めると、お花畑にいて、目の前に一人で泣く少女がいました。君、一体どうしたんだい?お兄ちゃんは、
私と遊んでくれる？え？ああ、いいよ。けどここから出ないと。出るってどこかに行くの？君もここから出ないのかい？なんでみんな私の世界から逃げようとするの？私の世界？それは一体どういう？逃げたらみんなあんな風にするよ。あれは？そして少女が指した方向にはたくさんの子供の人形が倒れていたのです。あの子たちは君がエレベーターからこの世界に連れてきたんだね。うん、でもみんなこの世界から逃げようとした。だからお人形さんにしたの。どうしてそんなことを？お人形さんになったらずっと遊べるじゃん。私は一人で寂しいの。お願いだ、あの子たちを元の姿に戻してやってくれないかい？どうして？そんなことしたら私はまた一人になっちゃう。でもお人形のままじゃ君と喋ったりおままごとをすることはできない。お人形にしても君の寂しさは埋まらない。それは君もわかっているんじゃないのかい？お兄ちゃんも私の気持ちをわかってくれないんだね。その姿はひどいよ。そして突然怪物姿になった少女にシュクレは頭を触られます。ここは楽しい。あの子、まさか彼女の過去の記憶？するとシュクレの脳内にその少女の過去の記憶が流れてきたのです。ここはあの廃ビルの元の姿か。こんなに人が多かったんだな。お母さん、次は9階に行こう。あら、どうして？9階におもちゃ屋さんがあるって書いてたの。早く！わかったわ。一体彼女は僕に何を見せたいんだ？あ、9階に着いたわよ。行きましょう。やったー！こんなフロアなのね。嘘だろ？ママ、助けて！抜けない。くそ、僕は手伝えない。って、エレベーターが動き出した。待って！いやー！うわあ！私の記憶を見てくれた？君は、この商業施設に来ていた時、エレベーターに挟まれて死んだのかい？そうなの。この少女の幽霊が廃ビルに取り付いていたのか。ここは、この子だけの世界。私一人だけこのビルから出られなくなって、そのうち誰も来なくなって、私、とっても寂しくて。なるほど。この事故で商業施設は廃業になったんだもんな。こうして少女の過去の記憶を見たことで、この廃ビルで何が起きているかが分かったシュクレ。君は一人が寂しくてエレベーターに乗ってきた子供たちを誘拐しているのかい？誘拐？そんなんじゃないよ。え？私は遊びたいだけなの。遊ぼう。うお！いくら女性といえど幽霊の相手なんて僕の専門分野じゃないよ。人形にしてあげる。そしてそのままシュクレがその怪物に人形に変えられてしまうという時でした。私がここに商業施設を作ります。え？元の姿に戻った。どこからともなく依頼主の女性の声が聞こえ、怪物は元の少女の姿に戻ったのです。話は聞こえていました。寂しいなら私がこのビルに商業施設を作ります。本当？どこからともなく声が聞こえる。はい、このビルにたくさん子供たちも来ます。だからシュクレさんや子供たちをその世界から元に戻してください。わかった、約束だからね。え？みんなで戻ろっか。うわあ！シュクレさん戻ってきた。子供たちもいますよ、全員無事です。気がつくとシュクレは廃ビルにいて、行方不明だった子供たちも戻ってきていました。また楽しい場所を作ってくれるの？
ええ、あなたのために作ってあげる。ずっと一人で寂しかったんでしょ？僕も手伝うよ。この廃ビルを子供たちがいっぱい来る場所にしよう。嬉しい。ありがとう。ありがとう。消えた。成仏したかはわからないけどね。とにかく、ここに商業施設を作れば、もう子供たちを誘拐することはなさそうだ。そうですね。ちなみに、商業施設なんて一体どうやって作るつもりだい？君教師だろ？実はあの時は必死で、つい思いつきで言っちゃっただけなんです。え？とにかく、子供たちを病院へ運びましょう。ああ、困ったな。でも、このまま放置はできないし、やるしかないか。こうしてシュクレは無事に少女の幽霊から子供たちを救えたのでした。一年後。ああ、やっとこさどうにかなったよ。さすがシュクレさん、お金持ちなんですね。いや、まあ、約束は約束だし、子供たちを守るためにもね。心のイケメン。あの事件からシュクレは早速叔父に相談。すると表向きは商業施設で、直に裏社会の取引場を作る計画を持ちかけられました。ビルの契約者やその親族を情報屋に集めさせ、権利を買収。ビルを取り壊して新しい商業施設をスピード建設したのです。そこにはたくさんのお客さんで賑わっていて、子供がエレベーターで行方不明になることもないようです。僕たちもせっかくだし、買い物でもして楽しんでいこうか。ぜひぜひ。シュクレさんとデートなんて、いやー。9階っておもちゃ屋さんがあるんだよね。楽しみだな。なんて可愛い美少女なんだ。将来有望すぎる。せめて一枚写真を。エレベーターにいた怪物、怖かったわね。恐ろしすぎるよ。っていうかデカすぎだし、もともと小さい女の子だったなんて信じられないよ。きっとエレベーターで亡くなった少女の怨念が怪物の姿にしたのでしょう。そういえばあんた、あの商業施設で遊んでなかった？バレた？楽しそうだったからつい。ちゃっかりしてるんだから。この後もお話はちょっとだけ続くので、おまけも見てくださいね。それではまた、バイバイチーン。9階っておもちゃ屋さんがあるんだよね。楽しみだな。なんて可愛い美少女なんだ。将来有望すぎる。せめて一枚写真を。ダメだよ。え？私と遊ぼう。うわー！あれ？さっき男の人もエレベーターに乗ってなかったっけ？あ、9階だ！うわーい！あの少女の幽霊はこの商業施設の守り神になったようですね。守り怪物の間違いじゃ。まあ、いっか。